はい、皆さんこんにちは。今日は長野県にございます塩尻市にやってまいりました。こちらの町は長野県の中部にございまして、現在の人口は約6万5千人となっております。こちらの長野県、昔は信州の国と言いましたが、今も昔も当然海がないわけでございまして、自分の県内で塩を生産することができないため、かつては日本海や太平洋、そちらの方から塩を売る商人がやってきておりまして、信州各地を売り歩いておりますと、ちょうどこの近辺で品切れになってしまうため、塩尻という名前がついた、そのような話がございます。そしてこちらが塩尻市の中心的なターミナル駅、 JR の塩尻駅でございます。こちらの塩尻駅、長野県を代表しますターミナル駅、交通の要衝でございまして、松本方面への篠ノ井線、その他中央本線の東線と西線、それぞれも通っておりまして、全部でこの塩尻駅には3路線が乗り入れております。そんなわけで、人口が約6万5千人の町としては結構大きな駅でございまして、1日の乗車人員は約3200人となっております。いやー、駅前もこんな感じ、なかなか立派なもの。この辺りには昔中山道の塩尻宿がございまして、昔はこの塩尻、その宿場として栄えておりました。こちらにも書いてあります、開業が明治の35年で、今なんと言いますか、貨物列車が動き始めました。結構大きな音。こんな感じで結構長い編成でございまして、いや、こういう工程は私にとっては非常に珍しい。私鉄が走ります町に生まれました。私にとっては貨物列車が走っているのは本当に珍しいことでございまして、いやー、 JR の沿線に来ますとよく走っておりますけれども、本当に音が大きく毎回びっくりしております。本日も JR 東日本塩尻駅をご利用いただきまして、こんな感じで交通の要衝、線路が何本もございます。まあ、鉄道に詳しい方ならこれを見ますとどれがどの線なのかすぐ分かるのでしょうが、ちょっと私はそこまでの知識はございません。いやー、しかしこの塩尻というこの町は信州のど真ん中にございまして、昔から交通の要衝、多くの物流運輸企業がこの町に拠点を置いております。さて、これから参りますのは塩尻の一番の繁華街、大門地区でございます。いやー、しかし長野といえば特急あずさ、この町から新宿までは定価で6500円でございます。まあ、そんな感じでございまして、結構東京都の縁は深い町。またこの町は農業がとても盛んでございまして、特に有名なのはブドウでございます。その塩尻で採れましたブドウを使ってのワイン作りは本当に海外でも有名。まあ、しかしどうやらこの周辺からは昔の中山道の宿場町、
塩尻塾は約2キロほど離れているそうでございまして、この辺りは本当に駅ができてからの市街地。そしてこの辺りが昔の市街地、大門商店街。かなり昔の昭和の雰囲気がございます。あまり人通りはなく活気はないようでございますけれども、文字通りこちらが昔の中心地。いやしかし昔から塩尻が交通の拠点といえども、やはり塩尻は通過をする町でございまして、まあそんなに大きな町には発展しなかった。町並みはこんな感じになっておりますが、しかしそれでも長野県という立地を考えれば人口約6万5000人は結構大きな町。しかしこの辺りに来ますと結構立派な建物が並んでおります。なんと言いますか、長野県らしい街並みでございまして、綺麗さっぱり、あまり濁りのないような、そのような涼しい風景、見てるだけでもなんと言いますか心が落ち着く、そのような街。しかし今調べましたら、昔の中山道、旧中山道はほぼこの辺りを通っていたそうでございまして、この先もうちょっと行ったところに昔の塩尻塾があったそうでございます。そして塩尻市街から少し山の方に来まして、南下しました。こちらは木曽路でございます。そして木曽路の中でも一番有名な塾、奈良井塾にやってまいりました。こちらの奈良井塾がある場所、もともとは村でございましたが、確か2000年代に塩尻市に合併されまして、現在はこの地域は塩尻市。目の前にありますのは木曽の大橋でございまして、こんな感じで非常にこの辺りの風景とマッチしております。こちら奈良井塾というのは中山道の34番目の宿場でございまして、こちらの川は奈良井川と言いまして、昔この木曽路にありました11個の宿の中で一番標高が高かった。この近辺には木曽路でもなかなかの難所として知られておりました鳥居峠がございまして、そちらの峠を越える前にこの奈良井塾で休んでいく旅人がとても多かった。そのためこの奈良井塾はとても栄えまして、昔はよく奈良井千軒と歌われたものでございました。まあこちらの木曽路、中山道でございますけれども、この周辺の木曽路は昔と違って現在は交通の主流幹線から外れまして、そのため現在も昔のような宿場の姿が結構残っております。私もいくつか有名な宿場を回りましたが、中山道木曽路で言いますと馬込塾、妻籠塾、そしてこの奈良塾、この3つが有名だと思いますけれども、私が一番好きなのはこの奈良井塾。本当にこの塾が一番立派でございまして、奈良井塾を見た後に妻子馬込に行くとちょっと拍子抜けするような、そのようなこともございます。まあ他の塾もそれぞれいいところはございますけれども、例えば馬込塾は昔の文豪島崎藤村の出身地出生地でございまして、有名な小説夜明け前というものがございますけれども、それは馬込塾を舞台にしたようななかなかの長編小説、私も最後までは読み切れてはおりません。
まあこんな感じで昔の宿場でございますので、長細い町並み、こちらの奈良井宿、現在では JR 東海の中央本線奈良井駅がすぐそばにございまして、非常にアクセスも便利になっております。そしてやってまいりました、いよいよこの辺りから昔の奈良井宿、中山道木曽路でございます。おや、今日は意外と観光客の姿が少ないかもしれません。まあしかしこの奈良井宿、本当に昔の雰囲気がそのまんま残っておりまして、今日は建物を写しにも太陽の方向がなかなかいいかもしれません。いろんな宿場に行きましても昔の建物が残っているのは一部でございまして、奈良井宿のようにほぼ昔の状態がそのまま保存されているような、そのような場所は大変珍しい。ちょっと光の影響であまり見えないですかね。なんかこっち側から撮りますとちょうどいい具合。昔はこのような道をちょんまりを言いました。武士たちも歩き、町民も歩き、そのような時代が本当にあったわけでございます。いやー、しかし今日の奈良井宿、本当に静まり返っておりまして、観光客があまりいないですね。これは週末土日になりますと、この奈良井宿は観光客で大盛況。しかしやはり平日となりますとこんな感じで、木曽の山中にあります静かな昔の宿場町、そのような感じになっております。いやー、せっかくいい町なのにあまりうまく映っていないような気がいたしますけれども、ちょっと暗くなってしまってますね。ちょうど太陽が真上にございますので、現在の時刻は午後1時。いやー、この街にいますとなんだか現代的な車の方が場違いなような、そのような感じになっております。いやー、しかしこのような道がだいたい1キロぐらいはあるでしょうか。本当に映画のセットみたい、そのような場所でございます。いやー、しかしこの奈良井宿、江戸から数えて34番目と言いましたが、京都方面から数えましても34番目の宿。いやー、本当に素晴らしい街並みで、こんな感じで静かな場所でございます。いやー、しかし島崎藤村の有名な小説の夜明け前の冒頭の言葉、木曽路はすべて山の中である、これはこの奈良井宿にも言えることでございます。まあこんな感じで今回の塩印の動画はこの辺りで終わりにさせていただきます。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。